ですね、この指輪を彼女の指にはめてきてください。いるんですか。います、います。あゆこさんのね、はい、待ってよ待って、これちょっとこれですか、あの本当怖いよなんか変な感じになるかもしれませんけど、記者の皆さん温かい目で見てください。あの本当に俺は苦手で、はい、もういいっていいってとかなしにしましょう。オーケー、あ、全部ここに映し出されますからね。リアルなリアクションするってことね。本当に俺は、はい、怖いんで、はい、ここに綾部さんの顔がずっと映ってますから、うん、あああああああ、あれ、あれ、あれ、どうした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 、カメラどうでした、綾部さんどうでしたか。いや非常に怖かったですね。怖いから何者でもなかったですね。負け足も怖いですけど、先生が受賞されてさらに格差が減ることの怖さもありますけど、ねね、もう私もう凹んで見えなくなるんじゃないかなと、格差で地面に埋まると言われてますから、今その怖さもありますけどね。それに先生、先生って今のところの先生ですけども、これで受賞された場合はもう大先生と呼ぶと思ってますので、いえいえ、それが準備できてます。あ、じゃない場合っていうことが想定しているんですか。まあ、一応まあ先生という形でまた、もう先生は変わりないんです、はい、どうでしょう先生どういうことですか。僕でも先生だと思ってないんで。綾部さんすごいシビアですね、はい、三島賞ダメだった時もみんな、いやでも候補なるだけですごいって言ってくれたんですけど、綾部さんだけは取らなきゃ意味ねえんだよ、ビジネスになんねえだろっていうはっきり ね、 そうですね、言ってくれましたから。やっぱり、はい、こんだけね、皆さんにこう読んでいただいて期待されてるわけですから、やっぱり取っていただきたいなと思ってください。今日はその発表の時は一緒に応援してくれるんですか。僕ですか、はい、ちょっと一緒に行ったのは山々なんだけど、はい、メンズ TBC で脱毛のちょっと予約入れてるんで脱毛してるんですか。脱毛のちょっと準備をしなきゃなと、ね、別々なんですね。そうなんですよね。じゃあどこで聞くか分かりませんね。そうですね、多分、うん、脱毛途中にステーションの方にもしかしたら告げられるかもしれませんね。はい、雨降ってきましたけど大丈夫ですかね。皆さん機材ドキドキ大丈夫ですか。いけます、いけます、いきましょうか、はい、行っちゃいましょう、はい、行っちゃいましょう、はい、じゃあ率直に今の心境は、はい、いやもうどうなるかわからないんでね、まあまあね、まあでもありがたいことですよね、これ取り上げていただいて、はい、今日はまたこうやって私たちとお話ししていただくチャンスはありますよね。あ、今日の夜ですか。はい、いやどうなんすかね難しいと思うんですけど、でも期待はしたいですけどね、せっかくなんで、はい、なんかどっちにしてもなんかシミュレーションもされてるっていう話を聞いて。そうなんですよ、一応編集の方とかと一緒に待つことになってるんで、その時に僕があんまり落ち込みすぎると周りに気を使わせてしまうんで、かといってあんまりこう傷ついてませんよっていうのもね、余計心配させるかもしれない、ほどいい感じでできればと思う。そんな余裕があるかどうかですよね。でも今日割と落ち着いてる方なんですが、三島賞の時はですね、その当日前日までは全然まあもう書いたもんやから仕方ないからなって、どうしても、うん、何やってもしゃあないしって言って、その当日顔パンパンに腫らしてきたんですよ、うん、だからかなりメンタル的にその時は来てダメですけど、今日はだいぶな、今日は顔腫れてない、顔も腫れてないですし、はい、まだ落ち着いてんのかなと思うんですけど、はい、どういうお酒が飲めるんでしょうかね今夜は。そうですね、今日はでもお祝い乾杯は合流するんですか。そうですね、いずれちょっとパーティーは やりたいなと思ってます、一応、はい、先生のお祝いパーティーを